ブリスカは、日ノ自動車が過去に発売していた小型トラックである。日ノ・ブリスカ FG301961 年4月、発売。初代、コンテッサから流用した 893cc の GP20 型エンジンを搭載する。駆動方式は、ルノー流を踏襲したコンテッサの RR に対し、ブリスカでは、二台仮想が容易で化石祭にも強い FR を採用した。 1962年にダブルキャブのピックアップとライトバン、パネルバンを追加する。どのモデルも2ドアでピックアップは2列シート6人乗り 400kg 積み、バンは6、3人乗り400、600kg 積みである。1965年5月2代目コンテッサを放出させるフロントマスクを取り入れ H100KA とフルモデルチェンジ。コンテッサ同様。 ブリスカのエンジンも 1300cc に変更され、社名もブリスカ1300となる。また、仙台とは異なり、バリエーションはシングルキャブ3人乗りのトラックのみとなった。積載量は1トンに拡大し、当時小型トラックの王者であったダットサントラックと同じ土俵に登る。1966年10月に始まったトヨタ自動車との業務提携で、日野は 大型車に専念することとなり、翌1967年5月からブリスカの販売権がトヨタに移行した。これにより、外観は変わらないものの、利益率の見直しのため各所に見られた過剰品質が是正され、ピストンリングから小さなボルトに至るまで徹底して、トヨタの部品に変更するなど、54項目370カ所に上る大変更を受け、トヨタブリスカとして、 再発売される。同時に、日のでは、後継となるハイラックスの設計、開発が始まる。1968年3月、フルモデルチェンジに際し、社名をハイラックスに変更、ブリスカとしての生産を終了する。社名の由来は、ブリスクカーから。ありがとうございます。